北海道の東部に位置する阿寒湖。湖を取り巻く自然豊かな森と木々が滝口さんの創作の原点です。あの木やなんかもただただこうまっすぐではなくてちょっと曲がったりとか、そういうのを見るとなんかすごく魂を感じるんですね。ただ普通にこう伸びてるんではなくって、うん、雪でこう倒れても春になるとまたそこから芽が出てきますよね。でもそういうその生きてるなという、そういうのはとても感じますね。あ、その木を見てなんか風がこう通り抜けるような、そういうような、それが厳しい風だったりとかいろいろ考えてイメージ湧きます。阿寒湖畔のアイヌコタン、滝口さんの民芸店イチンゲがあります。3歳の時、高熱で聴力を失った滝口さん、22歳の時一人で北海道を旅行。阿寒で木彫りに打ち込むアイヌの若者たちに出会い強く惹かれます。2年後に釧路に移住、さらに3年後阿寒に店を構え今に至っています。阿寒湖畔から車でおよそ1時間弟子鹿町奥春別に、秋から冬にかけ滝口さんが大きな作品作りをする工房があります。ここの場所は借りているんですけれども、で周りから人の目も気にしないで仕事ができる場所なのでここを使っています。木の内部に腐食がないか叩いた音で確認します。今回は1年ほど寝かせたニレの木で、高さ130センチほどの女性の立像を制作します。年輪を数えてみると樹齢およそ50年。滝口さんが阿寒に暮らすようになった頃芽を吹いた木です。家の裏に木像がありました。息子さんの手によるものです。と向き合い浮かび上がる象のイメージが墨で描かれます。象の輪郭が切り落とされていきます。晩秋の夕闇が迫る中作業は続けられました。2日目、秋晴れの朝です。冬になると気温が下がり、のみなどの葉が欠けることがあるため、室内での作業となります。
大きく形を切り出したところで再び炭が入ります。削る木の厚みが次第に薄くなり、像のシンプルなラインが現れてきます。デコボコっていうんではなくって、流れるような感じ、きれいに風に沿ってるような感じ、風を感じて、その風を自分でこう感じるように伸びる感じ、そういうのをこう意識してます。全体の形が大まかに出来上がると、顔と首、そして髪の部分にのみが入ります。のみで削る作業は木の乾燥度が重要だといいます。硬い、しっかり乾きすぎると硬いんです。なので湿り気が少し残っている方が作業はしやすい。全く乾かない、ちょっと湿り気が残っている時に掘るっていうのが大事です。およそ1年間屋外で乾燥させていたという木の内部にまだ多くの水分が残っていました。顔と首のバランスが整えられ、少女像の輪郭が見えてきました。木と向き合い、炭を入れる作業が繰り返されます。木の表面をヤスリで削るようにして、滝口さん独特の柔らかな曲線のラインが削り出されていきます。テーマが風なので流れるイメージを作っているので、それに合わせてこういう線を一本でっていうふうに考えています。風を感じるためには足をしっかりと大地にこう踏みしめる、頭の方から風を感じて空の方にこう伸びる感じで、それを足でイメージしています。左右の足でバランスをとっています。足がくり抜かれ、徐々に全体のバランスが整えられていきます。ひび割れを防ぐため、この段階で1ヶ月ほど乾燥させます。厳冬期を迎えた阿寒湖、弟子屈にある滝口さんの工房も雪の中です。全体のバランスを確認しながら形が整えられていきます。荒削りの最終段階です。
どういうところに重心を持っていくか、それによってバランスができると思って安定感、足の位置が変わってしまうとバランスが崩れるので足にはかなり気を使います。滝口さんのスケッチブックです。北海道に来て間もない頃の作品です。妻のイメージと、それと風が好きなので妻のイメージに風も合わせてこういうデッサンを描きました。最初はそういうのを作ってきたんですけれども、だんだんちょっとこう変わってきて、壁掛けから立体的なものに変えてきました。ホテルに作品をよく展示しているんですけれども、その作品というのはもう悲しい顔っていうか、そういう表情がすごく多かったんですよね。そういうものをお客さんが来た時にどういうふうに感じるのかなっていうのを思ったのと、やはり旅行で来る方とかそういう方にこう癒しのを与える場だと思ったので、それで作風がこう変わってきたと思います。滝口さんお気に入りの作品、馬と風。作品を一本の木から掘り出すことにこだわる滝口さん。この作品は二股に分かれた木にひらめきを得て生まれました。マイナス30度を超えることもある阿寒の冬、雪や寒さに耐え春を迎えた時の喜び、そして木々が一斉に芽を吹く伸び上がるような力強さ、それらを心地よい阿寒の風とともに表現したいと、滝口さんは木と向き合い続けます。全体の形が整ってきたところで顔にのみが入ります。顔のボリュームに合わせ首のラインが調整されます。仕上がりを見定め最後の墨入れです。重心やバランスなど作品の安定感を左右し、滝口さんが特に慎重に扱う足のラインを削り出していきます。阿寒の森を吹き抜ける心地よい風、そして女性らしさを感じさせる滝口さんの曲線が描き出されます。
滝口さんの名が刻まれた斧の出番です。仕上げです。木の肌に細かな刻みが入れられます。20年ほど前から取り入れた手法です。柔らかくしっとりとした木の質感を生み出し、流れる風のイメージを表現するため生み出したものです。斧やのみによる刻みは全身にくまなく入れられます。爽やかな阿寒の風に少女の髪がなびきます。全体のバランスを確認しながら細部が仕上げられていきます。綺麗にと思って手を加えすぎるとお土産っぽくなって作品がダメになる。それが一番怖いと語る滝口さん。仕上げにはそんな自戒の言葉を胸に臨むと言います。風を顔に受け、気持ちよさそうに空に伸び上がる少女。滝口さんが木の中に見出した表情です。顔にも細かな刻みが入ります。のみを入れた後、ヤスリがかけられます。ヤスリがけの後、ブラシが入り、しっとりとした皮膚の質感が仕上がります。出来上がる時に本当にこう大変で、作業中は本当に苦しいんです。でも作品が出来上がってそれを見るとすごく嬉しいっていう喜びに変わります。うまくできたなって思える時が一番嬉しいですね。木の木目の感じがすごくいいなというふうに思います。見て飽きない作品になるのかなと思います。
まあ、これでいいわって言ったらもうそれで止まっちゃうしね。だから、まあ、死ぬまで、これもしやってたら死ぬまで、だってみんなさ、だと思うよ、この年になったら。俺たちもあと何年生きてるか分からんけどさ、若い人だったらさ、こういうものやっててやったらあいいんじゃないかって、若者の発想でもってね、いろいろできると思うんだよ、やっぱし。そのための若者だから、冒険心できるからね、若者はね。今さら俺冒険せって言って俺困るわ。ただ夢中になってやってるだけですね。絹だとかそういうものと比べて、やっぱり絹川っていうのは難しいなと思ったりもするんですけど、でもやはり絹川には川の良さがあるってことも皆さんおっしゃってますので、もう頑張ってやり遂げます。はい、もう死ぬまで勉強です。自分は滝口にふさわしい作品を作りたいなって、私もその作風を見ていただいて、あ、滝口の世界があるんだなっていうふうに見て分かってもらえるようになりたいと思いますけど、まだですね。